皆さんこんにちは。今日は番外編で、コロナも明けてきたのでタイ観光される方とかめっちゃ多いんじゃないかなっていう風に思ってるので、私がタイの観光する前に、旅行来る前に知っとけばよかったなって思うことを5つのカテゴリーに分けてお話ししようと思います。今もバンコクの旅行が終わってクラビに行く国内線末なので、お話できたらなっていう風に思います。はい、まず1点目が公共交通機関についてお話しします。2点目が気温と服装、3点目が食事、4点目がその観光地についての注意点、5つ目が、何だっけ、金銭関連についてお話しできたらなと思います。はい、まず1点目、公共交通機関なんやけど、タイは日本とかマレーシアに比べていろんな公共交通機関があるので、私たちが主に使ったのはタクシーなんで、タクシーについてと、あとは他にも、バイクタクシーであったり、バスであったり、電車であったり、あと水上タクシーもありました。1個目のタクシーについてなんやけど、私たちはじめそのマレーシアに住んでるのもあるから、グラブっていうアプリを使ってたんやけど、後々途中から気づいたんやけど、グラブアプリでもタクシーで取れるんやけど、マレーシアと比べたら割高やなっていう風に気づいて、日本と比べたら全然安いんやけど、なのでボルトっていうアプリを使うことをおすすめします。そんなめっちゃ安いってわけじゃないけど、グラブと比べると安いし、ただそのボルトのなんていうの、欠点としてはそのあんまり台数が多くないから、待ち時間がグラブに比べると少し多いような感じはしました。15分ぐらい待つのが普通かなっていう感じです。安いに越したことはないので、私たちはそっちを使ってました。でもう一個、なんかマルムールみたいなアプリがあるらしくて、それはトゥクトゥクを呼べるそうなので、それに興味がある方はまたぜひ見てみてください。ただ結構暑いんで、それはあんまりおすすめできないかなっていうふうには思います。でバイクタクシーなんやけど、バイクタクシーは自分らはグラブの中のバイクのセクションみたいなのから呼びました。はい、バイクタクシーが多分一番安いです。ただやっぱりあんまり安全ではないかなっていうふうに思うので、ヘルメットを貸してくれる、中断です。はい、ごめんなさい、続けます。でバイクタクシーなんやけど、ヘルメットを提供してくれる方もいらっしゃるけど、そうじゃない方もいるので、結構それは自身の安全問題になるので、あんまりおすすめはできないかなっていうふうに思いました。安いけど、危なさは承知の上でって感じなので、短距離短時間とかやったらいいかもしれないです。はい、で電車なんですけど、私たち地下鉄を使ったり、そのなんていうの、地下鉄じゃないな、なんていうやろ、普通の電車も使ったんやけど、やっぱりその車とかタクシーとかに比べたら全然安いので、ちょっとでもお金浮かしたいなっていう人は、そういうバスとか電車使った方がいいかなって思います。ただ駅とか探すの大変やと思うんで、そこだけやけど、でも地下鉄やったらビザのカードでピッてそのまま入れたので結構便利でした。そのままピッてピッて出れるんで。であとは地上の電車は、なんかやばい、また始まるあれ始まらへん。地上の電車はなんかこうカウンターみたいなところでカードみたいなの買って、それピッてやって出るときに差し込んでっていう感じです。はい、であとは水上タクシーか、自分ら人員行ったときにワット4からワットアンルワットアル行くときに川を渡らないとダメやったんで、水上タクシーを使いました。それも5バーツぐらい、20円ぐらいで、もう5分もなく3分ぐらいピッて行けるんで、変に回るよりかはそっちの方がいいかなって思います。バスはここの空港来るさっき使ったんやけど、私はあんまりバスはよく分からへんけど、でもここに来るまで20分ぐらいやったと思うんやけど、30バーツやから120円ぐらいで行けました。でバスはお金払うのは、中に乗って座ってる時に車掌さんが回ってきはるので、その時にお金渡すっていう感じです。結構それも便利でした。はい、はい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 、何やったっけ次。はい、2個目、気温と服装についてです。タイはご存知の通りかなり気温が高い国です。
5月は特に1年の中で最も気温が高いと言われているので、まあ、5月に来られる方だけじゃないと思うけど、そもそもが平均高いからちゃんと暑さ対策はしないと体調が悪くなってしまいます。私も2日目に実際ずっと外にいたので体調悪くなっちゃったりすると思うので、ただその服装との関連もあって、こういうタンクトップとキャミの方がまあ涼しいっちゃ涼しいけど、その分日も当たるんで、その分熱吸収しちゃうから暑くなったりするし、あとはその人員に行くことがあると思うんやけど、人員って結構そういうのちゃんとしてるから、肩と膝を一応隠さなあかんっていうのがあるから、おへそもだからへそ出しとかもできやんと思うから、なんていうの、半袖長ズボンがいいかなっていう風に思います。あと靴やな、サンダルじゃなくてっていうのも気をつけた方が取るとこ間違えたな。あ、でもいいけど、はい、行きました。はい、気をつけた方がいいと思います。で、あとは人員だけじゃなくてルーフトップバーとかも行くんやったら服装は気をつけた方がいいです。露出とかは特にそんなに気にしなくていいと思うけど、サンダルとかは基本 B さんとかはダメみたいなので、そこは気をつけた方がいいです。でも私昨日 B さんで行ったけど入れたから、あの俗に言うビーチサンダルはあかんと思うけど、あのユニクロとかに売ってるなんか太い紐のなんか店、今店のあれこんな感じの B さんとかやったら多分行けると思われます。でも確証はないから、まあ、もしあるならスニーカーとかパンプスで行くことをおすすめします。男の人は普通にシャツとか長ズボン、スニーカーとかがノーマルでいいと思います。はい、次、観光地について。観光地についてって何言おうとしたいの私。はい、観光地についてなんやけど、タイって水上マーケットが結構有名やと思うんやけど、今回あったらちょっと断念しちゃって下調べがしてなさすぎたんやけど、結構水上マーケット有名なとこ何個かあるんやけど、土日だけしかやってないと金土日ってところが多くて、そこは調べた方がいいなって思います。なので行かれる方は土日狙って行った方がいいかなと思います。あと私が行ったチャットチャックマーケットっていうウィークエンドマーケットもウィークエンドだけやから、そういうマーケットが多分期間限られてたりするので、そういうのも要チェックした方がいいです。はい、でそのタイで一番有名なダムなんたらなんたら水上マーケットってのがあんねんけど、あのそこは結構ぼったくりとかが多いらしくて、バンコクから1時間半かかるので、なんか行き方とかもそのなんかツアーが多分一番安全やと思うので、ぼったくり船乗り場に着くようなバスとかも結構あるみたいなので、行かれるときはちゃんと調べて行った方がいいと思います。ちゃんと名前載せときます。ダムなんたら水上マーケット、はい、それも気をつけてください。はい、4つ目、食事についてです。まあ、食事は基本ノーマルで特に何もないんですけど、やはりこう東南アジアなんで辛いものが結構多かったりして、特に私辛いのあんま得意じゃないんで、ウィザウトスパイシーとかレススパイシーっていうのは結構大事かなって思います。言っても辛かったりするんで、あの結構それを伝えることは大事やと思うので、そこはあの辛いの苦手やったり、あんまりそういう講師に慣れてない方は言った方がいいかなって私は思います。はい、であとなんか自分たちなんかこうタイに来てまだ3日4日ぐらいやねんけど、食事してて思ったのが、なんか基本タイは安いんやけど高いとこは高いなっていう風に思って、なんかこう基本200円300円とかで食べられるんやけど、なんやろ、1日目行ったところのジュディフェアマーケットとかは結構高かった。ジョッツフェア、はい、ジョットフェアらしいです。ジョットフェアマーケットはちょっと高かった気もします。まあ、ジブラン頼む量がバグやったってのもあるけど、なんかそういうその金銭感覚をちゃんと持った方がいいかなって、こうメニュー見ていくらぐらいとか今考えた方がいいかもしれないです。で、はい、最後その金銭感覚に関連して5個目、金銭関連なんですけど、タイのお金は1バーツで4円ぐらいになるので、基本的にその数字見てかける4倍したら大体の値段は分かるかなっていう風に思います。でお金なんやけど、私的にはその現金を事前に換金した方がベストかなって思いました。マレーシアでは結構キャッシングするのがいけたりするので、その感覚で来ちゃったんやけど、あのキャッシングすると毎回手数料が7ドルぐらいやから800から900円ぐらいかかっちゃって、まあ、それをせざるを得ない状況にあってしまったので、まあ、軽く1500円ぐらい無駄にしちゃったから、キャッシングするよりかは事前にお金を換金した方が私はいいと思います。でもそれができない人はバンコクバンクっていうところか、読めへんねんけど、カナンタラバンクっていうところに行ってパスポートを持ってたらその手数料なくて
換金できるみたいなので、換金じゃない、現金にしてもらえるみたいなので、それもできるっていうのもあるので、もしそれに興味があったら詳しく調べてみてもいいかもしれないです。自分らもそうしようと思ってバンコクバンク調べて行ったんやけど、まあ、土日やったっていうのもあるけど、まあ、閉まってたり営業時間があったりとか、場所が結構分かりにくかったりするんで、一番いいのは現金をあらかじめ換金しておくことがベストやと思います。はい、タクシーについて追加がありました。タクシー、タイに来たらバンコクに来たら、いろんな色のタクシー見かけると思うんやけど、黄色と緑のバイカラーのやつが個人タクシーらしくて、ピンク色のやつが会社のタクシーらしいです。バイカラーのやつは結構個人のタクシーやからぼったくりが多かったそうなんやけど、最近はグラブとかの発達もあって結構しっかりしてるそうです。自分たちも乗ったけど特にそんなボラれる感じはなかったです。入った時にちゃんとメーターを動かしてくれるか見て、それがちゃんと動いてるかを確認したら OK だそうです。始まっちゃった。はい、でタクシー乗る前に個人タクシーに声かけて交渉するのも全然ありなと思うんやけど、いくらいくらって言ってそれを鵜呑みにしないこともめっちゃ大事やと思います。基本的にこうグラブとかボルト見て相場いくらぐらいっていうのを調べて、それぐらいでやってくれるかっていうのをしっかり確認した方がいいと思います。でもそもそも交渉を乗る前に、乗ってからじゃなくて乗る前にしなあかんと思うねんけど、乗るときに交渉してくる人っていうのはあんまりいい人がいないそうなので、まあ、それはもちろん人にもよると思うから、そこはちゃんと確認した方がいいけど、あると思うのでそこはしっかりやってみた方がいいと思います。はい、全部はるかからの情報でした。以上です。以上、公共交通機関など5つのカテゴリーに分けて知っときたかったなっていうことをお話ししました。これをしてれば多分大体タイ観光は網羅できるかなっていうふうに、まあ、主にバンコク観光は網羅できるかなっていうふうに思うので、ぜひ参考になれば嬉しいです。はい、本日も見ていただいてありがとうございました。また何か追記することがあればたくさん言っていこうと思います。バイバーイ。